観光客の皆さんにバレンタインチョコを手作りしています。あの花粉症に効くあるものも一つだけ入っていますということで、後ほど配りに行きますが、まずはチョコレートをザクザク切っていきます。湯煎してチョコレートを溶かしていきます。弱火でじっくりじっくりコトコト煮込むのがポイントです。強火にすると焦げてしまうからです。で登場したのが龍角散。私はこの時期本当に龍角散にお世話になっております。なので今回はこの龍角散を一つだけ入れることにします。さあこれは一体最後誰が食べるのか。そうこうしているうちにチョコレートがトロトロになってきました。ということでマシュマロにチョコレートをコーティングしていきます。そしてその上に大人気のオレンジピールも、失恋ショコラティエでもサエコが大好きだったオレンジピールのチョコレートが、私も失恋ショコラティエではこのオレンジピールのチョコレートがなんだかすごく素敵に見えたので、今回はドライフルーツオレンジピールを上に乗せることにしました。ドライフルーツの上にチョコレートをかけていきます。このドライフルーツはコーティングしません。それには理由があります。よくわかるように上にかけていきます。はい、ということで出来上がりました。これから原宿に観光客の皆さんに去年同様配っていきたいと思います。さてみんなどんな反応するのか楽しみです。はい、それではね、これから皆さんに、観光客の皆さんにチョコレートを渡しに行きたいと思います。行ってきます。Very good. 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 Happy birthday. Yeah. It's pineapple. Good. 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 Good.Thank you.
紹介しました龍角散を食べたいと思います。これがね龍角散なんですね。で最後に責任を持って私が花粉症に龍角散チョコを食べて終わりたいと思います。皆さん今年も本当にありがとうございました。ハッピーバレンタインということで、龍角散は私が最後責任を持って食べたいと思います。意外と悪くないです。それでは皆さん、ハッピーバレンタイン。